皆さんこんにちは。今回はですね、在割採取第3弾ということで、またね、山に入って在を割ってですね、今回もかなりの数幼虫をですね採取してきたんですけど、第3弾はですね、かなりねいいサイズの幼虫が出てきたんでね、今回ねちょっと数があんまりにも多いんで、そのね大きいサイズのね幼虫、それをですねちょっとボトルなりカップなり一頭一頭入れていこうと思います。全部ね今回カップに入れたりしていくとですね、かなり長時間になると思うんでね、今回はもうざっとねこういったね大きい幼虫、これ見てもらえばわかると思うんだけど、結構ね今回はいいサイズのね幼虫が出てきたんでね、こういった大きいサイズの幼虫たちをですねカップなりボトルなり一頭一頭入れていこうと思います。これ1ケース全部満タンなんやけど、これと別でこれさらにもう1ケース、こんな感じでね、おそらくもうこれ今回もまた30匹は超えてると思うんでね、ちょっと全部入れ替えるのが大変なんでね、動画の中だけでは大きいのだけを入れ替えていこうと思います。今回ね結構大きい幼虫やけね、せっかくなんでちょっと体重グラムの方をねついでやけ測ってみようと思います。何頭かね大きめの幼虫をね取ってきたんで、このね大きい幼虫たちだけでもねグラムを測ってみようと思います。まずこれをね1頭目測ってみいきたいと思います。よいしょ、一体何グラムあるのかな、これで5グラム、こんなもん5グラムやけど、今回ねこれはもう間違いなくオスなんでね、これちょっとね中古のボトルなんやけど、この中古のボトル800にね完熟マットを詰めたものなんですけどね、このボトルの方でね大きい幼虫の方はね管理していこうと思います。よし、ちょっと早速これに入れとこう。オスやな、これどう見てもオス、5グラムしかないのか。まあでもね今からまだね色の方が青白いんでね、まだこれ伸びてくるんじゃないかと思います。まずこれ1頭目ね、それとおったやなかったかな、大きいのが。これか、これはもうでかいな、こっちのがでかいかな、これちょっとこれもほんとグラム測ってみようと思います。これも5グラム6グラムそれぐらいかな、やっぱりこれは6グラム。よっしゃ、そしたらこれもオスやけこのボトルに入れとこうかね。よいしょ、
マットなんでね、もうそんなに深く穴を掘らなくても幼虫の方がね勝手に潜っていくと思うんでね。こんな感じでいいかな。よし、これ2投目。ちょっとこれ本当体重を変えておかないといけない。直接書くか。ワイルド、ここに書いとこうかな。サンベ、ここ数値書いとこうか。3月、12日か、5g、これでいいか。そしてもう一個、これも変えとこうかな。ワイルド、サンレ、3月12日、これが 6g。 よし、ちょっとこれで仮でここに書いとこう。よいしょ。あとまだ何頭かおったかな、でかいな。まだね、何頭かおったと思うんだけどね。あ、これか、これが大きいんか。あ、これはメスやな。これメス、これね、ここもう完全にね卵巣があるんでね、これはもう間違いなくメスの幼虫です。ここのね、このオレンジ色の点がね、右と左両方お尻にね見えると思うんですけど、このね黄色っぽいオレンジ色の点があればね、これが卵巣なんで、この幼虫はもう明らかにメスですね。ちょっとこれもね、まあまあいいサイズなんでね、これも体重をね測っておこうと思います。よいしょ。メスやけ、これな、 5g はないな。 4g、 4g メスやけ、このちょっと今まで入れよったこの小さめのカップとちょっと一回り二回り大きいんやけどね、この大きい方のカップの方にね、このメスの幼虫入れようと思います。この3頭だけやったんかな、でかいのは。浅すぎたかな。今から入れとこうか。こんな感じで、よし。
ちょっとね、ちっちゃい幼虫はこの大きめのカップにね、2頭ぐらい入れていこうかな。まだかなり小さいのがね、おるんでね、こんなもん、まだこれ初齢、これぐらいの幼虫なんでね、ちょっと2頭ぐらいまとめて入れておこうかな。何かな、これちょっと気づいて落ちとるな。これこれをこっち側、反対側にこれでちょっと3例までこの状態で管理しようかね。カップが足りん。今回ですね、この2匹、大きめのオスの幼虫2匹と、あとはこれが大きかったのか、これが大きい幼虫、これがねメス、結構大きめの幼虫1頭と、あとはねこれが2頭ずつ入った幼虫なんでね、結局それと別で 1,2,3,4 これがまた全部入ってるね。1,2,3,4 これで10頭の12 13 14 14のここに22 18頭、一ケースでね18頭出てきたんですけどね、やっぱりねこれもう一ケースあるんでね、両方入れ替えたら30近く、第3弾でもね30近くの幼虫をね出してきたんでね、これ今回ほんと今年は管理が大変ですけど、おっちゃん頑張って管理しようと思います。またね第4弾もね行ければ行こうと思うんでね、またその時はですね動画を公開しますんで、皆さんよかったら見てください。まあでもこれ今回ねこれこのでかいのがねちょっとね気になるんですけどね、おそらくこれは平田と思うけどね、まあちょっと羽化まで大事に育てようと思います。